おはようございます。おはようございます。27日です。7月2日目。はい。スネさんと今日は1日、はい、デートです。はい。はい。べったりと。なんか家に帰りたくないらしい。違う。他に呼ぶからさ。奥さんからも連絡あったよ。誰といるのって。バルさん。誰それ。そうなの。本当かって。バルさんのことは分かってる。あ、そうなんですか。うん、あ、そうなの。奥さんは、今日は、あの、旦那さんとデートです本当に見てそれ見てもらおう。そう、証拠映像はね、はい、雷門だ。雷門です、まず午前中、はい、浅草周辺を軽くフォトークして昼からギャラリー巡りをしたいと思います、うん、そうですね、はい、行ってきます。はい、行ってきます。暑いです。暑いね。はい。はい。すごいわ。ね。でもお祭りというのは活気が感じるよ、ね。そうですね。ところで。みんな準備してる。そう、浴衣着てらっしゃる。こんな暑いのにさ、もう花火モードよ。そうですね。すげえな。タイミング良かったですね。あ、まあ、確かに。だからもうみんな夜に合わせてるから確かに今日昼間とかあんまり出歩かないで。そう。私、あの雷門のあそこら辺も人少なかったのかもしれない。そうですね、確かにちょうど良かったです。はい、今からどこ行くんですか。銀座線の地下街に。地下街。はい、はい、こちら同じくあの先ほどちょっと常さんの動画で言いましたけど、パーフェクトデイズのロケ地になっているところで、はい、結構まあ異様な空間ではあるんですけど、フォトポイント1個になるかなというところで。なるほど。はい、見に行きたいと思います、はい、ぜひぜひ。ここ下がギャラリーで上が書店なんですよ。ない、はい、いかがでしたか。ボルミホ、はい、今日お店番でいらっしゃいましたね。いらっしゃいましたね。本物。僕はもうあの行ったら買おうと思ってたんですよ、はい、猫のよう、はいはい、ボルミホさんの作品、はい、ご本人の手から直接買うことができました。よかったですね、はい、サインいただいたんですか。あ、いただいてないです。今から戻ってもいいんじゃないですか。いや、でもまた来るんで。あ、そうなんですか、はい、てか、まあ、あの印刷すごい今もされてますし、ね、そうです、そうです。もともと印刷はそこ結構紙バラで、いや、すごいな、お願いできるんで、うん、ちょっとあの不現者の時に紙どうしようかなって悩んでたので、ちょっと、はい、あのお話ししたら、うん、あの相談に来てくださいっていうふうに言われたので、ちょっとまた相談に行こうかなと、はい、思っております。よかったねっていう、紙はすごく大事って言ってたんで、ね、はい、紙はすごく大事なんですよ、はい、で結構やっぱり高いんですよね、1万円売りとかないんで、うん、基本的に、はい、ただ1万円売りやられてて、しかも、うんうんうん、あの事情説明したら相談に来てくださいっていうふうに言われたので、ね、うん、よかったです、はい、うん、じゃあ次のとこ行きますか。次行きましょう、はい、次はあの新宿方面の方、はい、ギャラリーニエプスに、はいはい、行きたいと思います。本当に写真三昧ね、今日。今日写真三昧ですよ、本当に行ってきます。行ってきます、はい、買いましたね。買いましたね、はい、かなり長いさせていただいた。いや、めちゃめちゃずっといたよ。え、今何時っていうか、何時に入って何時に出たのかな。ですよね、っていうぐらいめちゃくちゃちょっと充実してましたね。あ、ですよね。いや、よかった。いや、めちゃめちゃいい話聞けた。はい、まあ、中藤さんのお話は今度未来写真部でゲストとして来てくださるそうなので、そちらの方もチェックよろしくお願いします。はい、今からどこ行きます。新宿に向かいましょう。あ、とりあえず。分かりました。はい、はい、よし、はい、みんなお疲れ様です。はい、どうぞ。東京行きました。よしですか。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。このピーに話してただ喋り出すね。結局福島でがっつり飲んでましたね。ね、ずーっとね。今日たくさんギャラリーも回って、そうだね、フォトウォークもして。ちゃんとあの明日のお誕生日にちゃんと冒険もできたかなっていう。ああ、はい。誕生日プレゼント待ってます。まだ求める、ね。じゃあこんな感じでバルさんとちょっともうお別れっていうことで。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、入ります。はーい。はーい。
こんにちは、バルシャークです。三軒茶屋に来ました。あと30歳になりました。あとついでに甥っ子が生まれました。今から上村食堂に晩ご飯食べに行きたいと思います。私の写真っぽい感じのやつが結構あるよね、人の雰囲気とか、中藤さんの新作写真集を見ている八木下さんです。はい、いかがですか。あのね、まだまだやるべきことはあるなっていう。あ、ご自身の方で。それはあの都内で写真を撮るにしても、はい、別に海外だからとか誰を撮ったから以前の問題として、はい、自分はまだまだやるべきことがあるなっていう勉強になります。本当そのだから同じ場所で撮るにしても、まだあのやるべき、同じ場所でシャッター切るにしても、なんかモノクロ都市景観で、かっこいい、なんか強烈なインパクトを残すっていう部分においては、もう中藤さん今ピカイチですよね、本当に。でも明らかにこの二階町にしようとしてる感じはありますよね。あ、そうですね。潰すところは潰して。潰しますよね。うん、まあ、僕はなるべく潰さないで飛ばさないでっていうところをベースにはやってるんですけど。はい。で、空を黒く黒く。なんかロックやってた人の写真って感じですよね。本当印象として確かにかっこいいし、ちなみにこの部分が、はい、実は一個一個全部違う、その今回全部印刷されたそうなんですけど、ここの部分ちょっと変わったプラスチックな感じの手触りになってるんですけど、これをあの表面を剥がしたので微妙に模様が出てて、これが一冊ごとに全部違うので、はい、それぞれ一冊特別な写真集になっております。これ何？それはあのサインいただいたんですけど、はい、サインのインクが映らない。これ表紙もこれあの縦横に無限に続くようにできてるんですよ。並べたときに、これ本来ここからここまでじゃないですか、こっちからこっちまでやってるのを微妙にこう続けると、並べると、はい、並べると、あとここがここにくっつくわけ。そうです、そうです。で、ここほらストリート下切れてるじゃないですか。ああ、これ繋がってる、これ上繋がってるんですよ。だからこれ実際にその、ニエプスに行ったら、めちゃくちゃ並べられてたんですけど、もうその並んでるのも圧巻で、そこもかっこいいんですよ。なるほどね。そう、一冊だけでもすごいし、これがたくさん並ぶともっとすごいんですよ。なんか裏も一緒ですよね。裏のところも、これ微妙に上切れてるんですけど、で下のところ見るとそれが続いてるんですよ。なるほど。だからこれはこのここで写真が、はい、そうです、そうです。ってなるんで、あの本当にファンの方はなんかみんなで持ち寄って9冊ぐらい持ち寄ってやると、はい、多分その構図も圧巻なんで、っていう、なるほど、そういう遊び心も最高の一冊です。シルエットだ、あ、シルエットだ、逆光だから。ありがとうございます。また気をつけて。はい、お疲れ様です。まず気をつけてください。ゆっくり今日はベッドに寝てください。はい、1週間ぶりに帰ります。お疲れ様です。お疲れ様です。Yeah, start to clap. And I start to clap, 'cause I'm feeling good.